森保ジャパン5試合で8失点。守備崩壊しててくさ。韓国も同じくらい失点してるからな。ゴールキーパー置かない斬新な布陣。ザイオンでなかったら半分以下だからセーフ。ザイオンもやけど割と守備崩壊もしてたな。ボランチと CB と SB が連携取れてない。全部キーパーに責任を押し付けるのは酷だわな。板倉はバーレーン戦の終了間際に足痛めて倒れてたが今日も動きがおかしかった。さすがに町田に変えるかと思ったら森保フリーズ。アジアレベルでこれ、セットプレーからの守備クソ弱いし今日の試合も最後まで何の修正もなかった。森保はよやめろ。そもそもゴールまで突破されてるのが悪いわけで。いやマジでゴール前放り込まれるとヒヤヒヤして見てられんのよ。親善試合の時だけ強いって日本だけ空気読まずに本気出してるみたいじゃん。アジアカップではやる気が出なかったのか、それとも本来の姿なのか。ゴール前に放り込まれるだけで窮地に陥る。ワールドカップのグループリーグより失点して草。お声ランキングの最下位候補。ザイオンがあかんくてそれで一番やばいのは本来 GK に任せられるのに危険な選択肢取らずを得なくなること。まあ今まではともかく今日の失点はザイオンに全責任はないやろ。メンバー固定するのもいいけどさ、戦術のバリエーション増やしたり守備連携の修正はしろよ。今日の板倉は明らかに悪かったな。大会通じてコンディション悪かったけど、ザイオンじゃなかったら50点ぐらい取られてるわ。もしかして日本って本気で分析されたら弱いんじゃないの？ご視聴ありがとうございました。